ですかね。ちょっと写真撮りますんで。ね。今回は富士河口湖町本栖地区で開催されている富士芝桜祭りを見に行ってきたよ。ゆっくり見ていってね。おはようございます。はい、ということでね、こう上りもね入れております。これね、なんか鉢の、ポットにね、植えた芝桜、こうやって、柱状にしてね並んでるみたいです。おはようございます。お土産屋ですね。いきなりありますね。ヒットポット350。今日は綺麗ですから、ゆっくり見てください。ありがとうございます。ということでね、わ、綺麗じゃないですか、ね、ちょっとね、そうですね、今一番見頃ですね、これ。ね、写真がね、ちょっと撮れない状態ですけど、4K で撮ってるんでね、またなんか YouTube かなんかで載せたいと思います。まだね、ちょっと日が低いんですよ。なんで、ちょっとね、一回ぐるっと回ってきてね、多分帰り目、またそこから出るのかな。そしたらね、その時にね、また写真ちょっと撮りたいと思います。まだね、ちょっと影があるんですよ。ああ、いい感じですね。綺麗じゃないですか。いろんなね、種類があるみたいですね。オーキンオーキンドブルーアイだそうです、ね、前ね、ちょっと下なんか噛みそうな感じの名前ですけど、まあ綺麗ですね。まだね、ちょっとね、咲いてないところもありますけど、まあほぼ咲いてますね。うん、なんかね、すごいピンク色が素晴らしい。ちょっと紫色のやつもありますけどね。これはなんか、お、ありがとうございます。いらっしゃいませ。今ね、富士山のね、すぐ近くところね、富士桜、富士芝桜祭りというところね、来てますんでね。まあ、ゆっくりしていってください。もうこんな感じです。会場こんな感じですよ。ね、綺麗なもんですね。ちょっとね、風があるかな。で、富士山こんな感じ見えますかね。ちょっと杉の木の廃車ぐらいにね、ちょっと見えてるんですけど、こんな感じですね。ここはね、ちょっとね、そうそう、花いっぱい運動、そうですよ、こんな感じでね。ちょっとね、なんかちょっと遠くの方でね、音楽も流れてますし、富士山みたいなね、こう山がね、盛り上がってるところがありますね。あの白い花なんだろうな。さあ、どっちから行こうかな。やっぱりね、花が咲いてる。いや、周りからね、ちょっと攻めていきますか。これね、いい感じじゃないですか。ねえ。これ咲いてますね。めっちゃ綺麗です。ほんと今ね、この連休前ですけど、今一番見頃なんじゃないかなと思います。ね。もう8時からね、結構お客さんもね、入ってて、8時開園なんですよね。でもね、これだけいっぱいお客さん来て入っております。ね、綺麗ですよね。ちょっと逆光になりますけど、富士山。ちょっとさっきより見えやすくなったかな。富士山ですね。ね、綺麗ですね。こんな感じで、もうほんとね、もう花の絨毯ですよ。ね、これがね、こう一面に、ちょっとね、種類が違うんでしょうね。こっちの手前のやつとね、また向こう奥のやつはちょっとピンク色が濃いって感じですね。あまり詳しくはないですが、そういうのをね、組み合わせて、こう、
植えてるみたいですね。どうですか、富士山見えます？こっちのピンク色の富士山、なんか綺麗ですね。このね、目の前にね、展望台があるんですけど、ちょっとね、上がってみますかね。ちょっとね、今の時間だと逆光になってね、ちょっと眩しいかもしれません。ああ、もう桜も咲いてますよ、桜ね。いい感じですね。これはソメイヨシノかな。ちょうどね、あのこっちの富士河口湖町とかですね、あの山梨の南側ですね、郡内の方なんですけど、標高がね高いんで、なんでやっぱりこう花のね、桜もね、まず盆地内で咲いて、そこが終わると今度富士吉田とかですね、あの高知の方の桜が咲き始めるんで、こう2度楽しめるといういいところなんですね。これちょっとね、高台ありますんで、ちょっと登ってみましょうか。あ、なんか向こうが桜咲いてるんですかね、なんでしょうね。さあ、ちょっとじゃあ上がってみましょうか。桜に手が届いちゃってますね。あんまり直で触っちゃいけませんよね。は桜こんな感じですね。はい、そしてですね、今度はこんな感じですね。じゃないですか。ちょっとね、逆光になってるんですけど、ね、ちょっと逆光なんですけどね。非常にいい感じで綺麗に見えてますね。会場ね、入り口のところの売店があって、あとですね、こうカメラを左にこう向けていくと、奥の方にね、こうなんですかね、また売店がね、ああやって並んでるって感じですね。じゃあね、ちょっとね、また歩いてみましょうかね。はい、ちょうどでね。じゃあどんどん降りてって。行ってみましょう。ペラペラ喋りたいんですけどね、ちょっとね、周りに、ね、人がいっぱいいます。なかなか難しいですね。こういう感じでね、ワンちゃん乗りますよ。あ、ここはね、あのいろんなあの花をね、あのこう植えてるんで、ね、まだら模様っていうか、なんかね、なってますね。せっかくなんでね、ちょっとあの逆光なんで、当たりがいいところをね、狙っていきましょうかね。ね、ちょうど、ま、ね、目の前富士山ですよ。いい感じですね。ね、こちらも富士山。
この白い木は何ですかね。これは何の木なの。これも桜なのかな。ちょっとよく分かりませんが、なかなかいい感じで、これなんかところどころにね、いろいろちょっとね、芝桜を楽しめるようなポイントもありますね。どうしてもね、この午前中のね時間ですと富士山をねバックに撮ろうと思うと、どうしても逆光になっちゃいますね。青空とね、この富士山と富士桜と非常にいいですね。あ、奥の方はなんか白いね芝桜と赤い芝桜のねなんか模様ができてるんですかね。まあちょっと後で見てみましょうかね。ということでね、ちょっと巡行で、芝桜見てみたいと思います。こんな感じですね。綺麗ですね。よ、こんな感じですね。見えるかな。ね。なんか船もありますよ。ここ。なんか船でなんか、ああこれをねなんか。まあ、山梨県ね、あの富士五湖ってのはね湖がありますので、ね、それをねちょっとあの見立てて、これも湖ですよみたいな感じで、あの写真撮るスポットにしてるんでしょうかね。これはいいですね。どうですか、富士山もここからだったらよう見えますね。じゃないですか。これなんかあれ変えられないのかな。ちょっと1枚写真撮ってみますかね。ちょっと写真撮りますんでね、失礼して。ちょっとね写真撮らせていただきました、ね、カメラ持ってくればいいんですけどね、なんせね両ハンドなもんで、まあねこっちでね切り抜いちゃえばいいっていうのは切り抜いちゃえばいいんですけど、ね、ちょっとねどん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 ねやっぱ時間が経つことにね、やっぱりこう訪れるお客さんも増えてきてますね。ここら辺がなんかカメラ構えてる人いっぱいいますね。ここら辺がやっぱ絶景ポイントなんでしょうか。ちょっと見てみましょうかね。うん、いいですね。すごいね、大きく富士山見えます。イカちゃんどうもね。ああ、おはようございます。今日は芝桜をね、朝からちょっと見に来ております。すごい、もう今満開ですよ。めっちゃ綺麗ですね、これ。こんな感じですね。うん、ちょっとね、風があるんで、風切り音が入るかもしれませんけど、もし入ってたら言っていただければ対応します。ね、これ富士山どうですか？ちょっと富士山のね、西側に、この
会場があるんで、あのちょうどですね今逆光気味になってるんですね。ねでもね富士山綺麗に見えてます。あごめん今ね一番いい時ですね。この連休中が本当一番いい時なんじゃないでしょうか。うんと綺麗に咲いてます。ちょっと前まではね一箇所しか咲いてなかったんですけど、これね昨日とかも気温がかなり上がりまして、そこで一気に咲いたのではないかなと見ています。ね、これですよ、これ綺麗です ね。この桜のシーズンが終わってこの芝桜っていい感じですね。ちょっと風が出てきたな。これは綺麗だ、うんね、これはね入場料払ってでもね来る価値ありますね。これですよ、花にね近づいてみますか。よいしょ、こんな感じですね。そこウッドデッキの展望台みたいのあるところ、あ、ありますよ。これですかね、この奥の方 の展望台ですか ね。せっかくなんでねあちこちぐるぐる回ってみましょう。行ってみましょうかね。言っていただければね、どこでも行きますんでね。どこでもドアみたいなのもありますよ。ね、ちょっとね、行ってみましょう。いや、あんまりね、後になっていくと、入場者がね、いっぱいになっちゃってね、ひょっとしたら登れなくなっちゃうかもしれませんのでね。あ、本当ですか。今日はね、見てください。ね、この青空ですよ。いやー、最高じゃないですか。ちょっと午後から雲出てくるのかな。でも午前中はね、この青空の下で、見えますんで。あー、ちょっとね、南の方ちょっと雲が出てきちゃってますけどね。もう全然、この程度なら、何の問題もありませんね。綺麗ですね。30秒ないんだよ。白の芝桜も多いので、そうですね、結構いろんな白とかですね、紫とかピンク、あと赤いやつとかですね、いろんな種類あるんですね。あ、なんかこういうね、よいしょ、よい人が入っちゃダメですね。こんな感じで。今日は日帰り。今日日帰りです。ね、最近ね一日ずつの休みしかないんですよ。ね、じゃあねちょっとねデッキの方に、ね、上がってみたいと思います。ここもいいですね。綺麗ですね。よし、ということでね、せっかくね、デッキがあるんで、デッキの上から見ましょう。まだね、桜も咲いてるんですよ。こういう風な感じ。ちょっとここは散っちゃってますけどね。この奥の方は桜も咲いております。あ、出口専用ってなってます。ちょっと向こうから、ね。富士山の雪、だいぶ少なくなってる。そうですね、もう富士山の雪ね、ほんと少ないです。この前ね天気悪くて降ったんですけど、やっぱ気温が暖かったんで一気に溶けちゃったんですかね。もうだいぶ上の方まで地幅、あ、そうですよ、ダブル富士山どうですか。これでダブル富士ですよ。小滝富士みたいな、ね、真ん中に花なんてね挟んじゃってね。じゃあちょっとね、この上から見てみましょうか。
ねえ、これですよ。いやーすごいですね。しかしこれだけね、朝の8時過ぎからもうこれだけの人だまりですよ。ちょっとね、高くなるだけでもまた見え方が全然違いますからね。ちょっとね、混んでるんで。いいですね。まあいい時期ですよね。こんな感じで、奥の方もなんかね、模様みたいな感じでなってますね。盆地を出るときにですね、あの電波のないエリアがあるんで、もうそこをね、あの避けるということで、あの避けちゃいました。どうですか、実際にね、あの小滝富士のね、その山はね、左、あの富士山があって左側に見えてるね、あの山なんですよね。ちょっと上が平らっぽくなってるような山があるんですけど、ね、あれがあの要は本栖湖の方から見ると子供抱いてるような富士山に見えてですね、見える山なんですけど、もう少しあの南の方に、ね、下ってます。よいしょ、いいですね。じゃあね、ちょっと混んできてますんでね、ちょっとね、向こうのまたぐるーっとちょっと回って見てみましょうか、ね、そこ行ってほしいとかあそこ行ってほしいとかなんかあればね、あのそっちの方に歩いてきますんでね、気軽に言ってください。よし、よっしゃ、ということで、ねね、みんなボート漕ぎたがるわけですよ。イカちゃん、ゴールデンウィークは休み少しはあるの？ゴールデンウィークですね、ちょっとやっぱありますんで、どっかお出かけしようとは思ってます。ただどこに行こうかなっていうところですね。光がさ、こっちから来た。はい、もう違う、ね、ゴールデンウィーク混みますもんね。ね、船ああやって漕いじゃうわけですよ。ああやってね、ね。まあいろいろ考えますよね。こっちはなんかどこかで見たことあるような扉がありますよ。ちょうどね、富士山をこう、これうまく加工すれば、ね、扉がありますよ。扉の向こうには何がありますかね。こっちはまたこっちでですね。お父様。こちらですね、有料ゾーンらしいですよ。ピーターラビット、イングリッシュガーデン、いろいろやっぱそうですね、お金集めるって大変なんですよね。えこんな感じでね、あそこはな、静岡茶集め放題だそうですね。えで芝桜があって、こっちのね、芝桜はね、今あの富士山の下側ぐらいのところにあるの、あれは普通の芝なんですかね。もう青々としてますね。でこっちがフードコーナーみたいな
ですね。なんかこっちもガーデンタワーとか言ってありますよ。こんな感じですね。まあいろいろ朝からですね、こういうところでなんか食べるのもいいんじゃないでしょうか。みんな何時に起きたんだろう。ね、みんな何時に起きてるんですかね。でも全然並ばずに入れましたんで、これ登ってみましょうか。こんなのあったんですね。知りませんでしたね。ピーターラビットはなんかあれですかね、これをなんか売りにしてるんでしょうか。展望台のご利用にあたり、一方通行の狭い階段だそうです。うわ、迷路みたいでちょっと面白いですね。ピーターラビット、ね、うさぎですよ。アカリスのナト君ってのがいるらしいです。オフショーよくわかりませんけど、そういうのもいるんですね。ベンジャミン・バニー、なんかレインフィッシャー、カエルみたいなのがいます。さあ、ということでね、日の光が見えてまいりました。さあ、ということでね、ここから景色が眺められるんでしょうか。これですよ。素晴らしい。逆にこっちの方が見やすいかな。気温がちょっと気になるところですが、ね、まあ、いっぱいどんどん登ってきてますんでね、降りていきたいと思います。これ一通なんで、また登ってくるところと降りていく場所がこれ階段違うんですね。ね、こんな感じで降りていくわけでございます。子猫の頭部、ね、もう可愛らしいものは何でも、ね、キャラクターにしてしまえみたいな感覚がありますけど、ね、これアヒルですよ。あれ、これ途中でこれ出るんだ。ギャラリーだそうですよ。こんなことって大丈夫なのかな。何も書いてないからそのまま行きますけどね。お土産屋さんですね。じゃあちょっと下降りてみましょうか。ね、こういうこうお話をね、こう壁にこう書いてあるわけですよ。ちょっとね、どういうふうに読んでいくのか、これ順番でいいのかよくわかんないですけど、ね、こう壁にこういうふうな感じで、ね、話が書いてあるわけですね。あ、
こうなんかクイズもやるみたいですよ、こうやって。で、このまま出るとお土産屋さんと。変わったもの売ってますね。これなんでしょうね。ハチミツ。あ、なんかそうですよね。なんかこういいんじゃないですかね。なんかトンネルくぐってるなんかこう絵本のななんかね壁に描いてあるこう絵とかね、あと物語を見ながらね進んでいくってなかなかおしゃれですよね。なんか面白いですね。こういろんなお土産売ってますんで、ピンク色のねなんか包装が多いんで女性の方喜ぶんじゃないですか。で、あとはね、まあ山梨といえば信玄餅と、ね、これもね、信玄餅もね、なんかこうピンク色のね、もう必ず出没しますんでね、ね、これですよ、これ。ね、数量限定ですよ、信玄餅。ね、なんや、中身は館内っぽいです。どうなんですかね。信玄餅はね、信玄餅の方がいい。そうそうです。山梨といったらもうほぼこれですからね。あとは、こちらですね。こういう。なんかベイクドショコラ、ちょっとね、あのひなこね、なんかね、あの通な人はね、あの包み紙にね全部なんか開けちゃってそこにねぐちゃぐちゃ混ぜて食べる人もいるらしいですね。これまたフレーバークッキーですね。ね、春のフレーバー今だけね、今だけここだけあなただけと、そういうことでございますよ。ね、お酒ね、あ、そうなんですか。うん、なんかね一気に開けちゃうのはちょっと気が引けちゃって、こういうのおしゃれなんじゃないですか。こういうなんかこんなんありますよね。おしゃれですね。2100円です。でね、こうロゼのね、こういうワインのね、ちょっとこうおしゃれチックな感じのやつも、これも2000円です。下ね、ウイスキーとかありますよ、こういう。ありがとうございます。これハイボール、ね、朝からハイボールはね、ちょっと危険ですからね。グラス、これグラス6200円なり、ね、いい値段しますね。まあ贈り物にはいいかもしれません。あとはこっちはビールですね。ね、お土産もねいろいろ、あのそばも桜そばね。あ、ピンク色のそばですよ。どうですか、ピンク色のそば。ね、これ800円です。こんな感じですね。ね、ピンク色のそばいいね、ちょっとなんかこう、ちょっとね、じゃあ出てみましょうかね。わあ、だいぶ日差しが強くなってきましたね。ちょっとね、なんか不気味な感じしますね。これですよ、どうですか。なんかこう、店も、ね、明日から大繁盛なんじゃないですか。今日はね、まだやってないお店も、これからやるんでしょうけどね、まだ開いてないお店もちょっとありますね。焼き団子、これあれですかね、
長野のあのなんおやきとかみたいな感じのやつなのかな。明日から天井がね、明日から多分すごいと思いますね。ちょっとね早めに入れるのかな、明日からね、7時ぐらいから多分入れるんじゃないかなと思います。ね、富士宮焼きそばだのね、大体ねどこでも出てくるようなね、こういう店がね、ライトアップは多分ないと思います。多分18時ぐらいまででですね、多分終わるんですよ。で、あのライブカメラも一応あるんですよね。だから今見れると思いますね、 YouTube のライブカメラでですね、富士山芝桜とか調べたらですね多分出てきますね。え、あの鳥のね鳴き声もよく聞こえていい感じですね。これひょっとして風とかなかったら、チューリップ祭りもどっかでやってますよね、山梨。あ、チューリップ祭りもやってるんですか。すいません、そういうのはもう全然知らなかったですね。なるほどですね。あ、これはいいですね、こういう登りとね富士山ね、チューリップもいいですね。なんか昔を思い出しちゃいますね。さあ、なんかハートの形の芝桜があります。芝桜っていうか、ね、ハート形の形に埋めたやつがありますね。あ、こっち出口なのか、まあ、関係ねえな。ちょっとねこの池をねぐるっと、あ、本当ですか。じゃあすぐ近くですね。混んでなければ行ってみたいな、ね、こっちから見るとこんな感じですよ。ちょっとね、あの芝桜遠くなっちゃったんでちょっと迫力がないですけど、ちょっとあのこの池の周りこのまま歩いて回ってきますんでね。さあ、じゃあそこからちょっと入っていってみましょうかね。ここからでも入れるのかな、ね、バスいっぱい来てますよ、見てくださいね。えこれからじゃんじゃん来るわけですよ、ね、もう早めにねこういうところ来とかないともう行けなくなっちゃいますから、ね、どんどんお客さん来てね入れなくなっちゃいますからね。入場に30分待ちだの1時間待ちだの、ね、そんなやったら大変ですからね。さあ、ということでですね、ちょっと今あのこう木のね森の中をちょっと森の中っていうか歩いてきてるんですが、ここからね芝桜エリアに入ってきますのでね、この辺からちょっとこう眺めてみようかなという感じですね。ほら見てくださいよ、ね、もうこれだけ来てあのちょっと見えにくいかなね、いっぱい来てます、人もいっぱい来てますね。でこう来るとここね、ピンク色のね芝桜の中にね白いね芝桜が植わってるんですけど、ね、なんか見たことのある形なんでね、バスツアーの定番コースじゃないの、ああもう定番コースですよ、もうとりあえず芝桜見しとこうかなみたいな、そんな感じじゃないですか、これこういう感じですね、これね、なんか丸じゃないですね、なんかこうね。ハートの形になっております。わあ、ここいいじゃないですか、ね、えこれですよ、いやーこれはいいわ、ね、えさあ芝桜をね見た後ねどこ行きましょうかね、なんかね見たいもんがあればねちょっと行ってみましょうね。しかしね綺麗です ね、1年に1回のお楽しみですよ、まあ、また来るかもしれませんけど、カメラなんぞねこう回してね、こんな感じですね。
やっぱりね、外国人の人も多いですね、なんだかんだ言って。もう常にね、やっぱりこう外国人の方おられますね。まあ今ね、円安ですからね、155円ぐらいになったんでしたっけね、1ドル。それは来ますよね、激安ですよね。ここなんか桜が咲いて、で芝桜みたいなね。でこれ誰が収めたのかどうかなとか、こういうね、ハートの形をしているわけでございますね。何を喋ってるか分かりませんね。ねえ、あの、言葉分かる方いたら教えてください。多分喜んでいるんだとは思います。いいですね。来た時の3倍ぐらいいますね、人が。え？お、あれです、あれです。一、二、三。再打。一、二、三。お、今天有水。ER3 つってるんで、中国ですね。ほら見てください、ここね、桜も咲いてね、え、綺麗ですね。これですよ、ね、素晴らしい。観光するならね、やっぱりもう朝一とかで来ないと、もう人だらけで、なんか人を見に来てるんだか、その観光地を見に来てるんだか分かんなくなっちゃいますね。おや、また、Where I come from ぐらいな感じですかね。周りの人がね、こうピクってなっちゃいますからね、気をつけないといけません。おはようございます。おはようございます、ね、今あの山梨県のですね、富士山の西側にあります、富士桜のね、これ富士河口湖町かな、西側にあります富士桜のね、その会場に来ております。なんていうところ、ですね、なんてところやったかな、その辺になんか書いてあるかな、特に何もし、ギザギザ模様、そうですよ、ここね、なんかギザギザ模様でね、綺麗にこんな感じです。これまた綺麗に植えてます ね。こういうのも大変ですよね。まあ縄でも引いて、そこにこうあれですかね、ポットを植えていったような感じなんですかね。これが本栖湖なんちゃら、なんだったっけな、そこら辺なんか書いてねえかな。ね、すごいですよね、綺麗ですね。こっちのね、ピンクはもうめちゃくちゃ鮮やかですよね。これ綺麗ですよね。こんだけね、綺麗に咲かれちゃうとね、おっさん困っちゃうって感じですよね。
これ今ねちょうど巡行なんで、これは綺麗ですね。こっち側はね、あの青空もねこんな感じでもう冴え渡りますね。はい、ということでね、これがあの山梨有数の富士桜の、富士桜、あの芝桜のね、なんていうんですかね、場所のね、あれちゃんと調べてくればよかったですね。あの移動してる間にね、ああ、ここいいんじゃねえぐらいの感じで来ちゃう人なんで、ね、ここもね、ちゃんとこう、植わってるわけですよ。これが種類なんですかね。このピンク色、この白色で紫で、向こうがちょっとだいぶ 赤が濃いやつで、ちょっとね白っぽいピンクで、なんかすごい本当すごい濃いピンクみたいな、 これですからね。ちょっと写真撮っていいですかね、これ。ちょっとここからちょっとねカメラ固まるかもしれませんけどね、ちょっとお待ちくださいね。あ、すいません、ちょっと戻ってきました。ちょっといっぱい写真撮らせてもらいました、ね、写真撮るときね止まっちゃうっていうのはちょっとね、これちょっといけませんね。こんな感じでございます、ね、ワンちゃんもなんか楽しそうだ。タイランド、タイランドかな、ね、そう、こういうわらび餅だよね。ね、こうやってあの芝桜も売ってますんでね。ということでね、こんな感じでございました。